こんにちは。こんにちは。永田照治のパワーアップ茅ヶ崎です。はい、私は茅ヶ崎市議会議員の永田照治です。夏木です。よろしくお願いいたします。はい、この番組は茅ヶ崎の矢端にある不動産屋さんピーズエステートよりお送りしております。さて、今回のテーマは茅ヶ崎オリジナルブランドについてです。オリジナルブランド、はい、な聞いたことないんですけど、何なんでしょうか。はい、もともとは今国の方で地方創生ってよくこう地方頑張れよということで、はい、地方創生っていう、補助金をつけてね、地方でいろんな取り組みをやりなさいということで各自治体に国がお尻叩いている状況なんだけど、はい、それで、茅ヶ崎市としても、その地方版総合戦略とも言われるんだけども、茅ヶ崎市、町人仕事創生総合戦略という、大きなプランが新たにできましたと、はい、これが今年の3月にできたんだけども、はい、その中の一つの目玉事業として、はい、これから茅ヶ崎のオリジナルブランドを立ち上げていこうよという、そういう取り組みがあるんですよ。はい、で、なんか名産品とか何ですかって言われると、なかなかパッと、そうですね、お土産とか一瞬、やっぱタコせんべいとかしか浮かばないみたいな、そう感じですね。しらすとかね、でもしらす茅ヶ崎だけじゃないしなとかね。そうですね、そういう中で茅ヶ崎のオリジナルブランドをこれから立ち上げていこうよというのが、この町人仕事創生総合戦略、いろんな事業がこの中に詰まってるんだけど、その中の一つの目玉事業ということなんですね。で、イメージなんだけど、いろいろなこれは茅ヶ崎のオリジナルブランドと認定していいよねって、この認定をする委員会かなんかを立ち上げることで、話し合いで一定の基準を設けてね、茅ヶ崎の産品ですよとか、茅ヶ崎の人が作ったものですよとか、そういう基準を設けて、あ、これは茅ヶ崎オリジナルブランドですよねっていう、認定をする。で、それを道の駅から発信していこうって、そんな事業プランなんですよね。ただ細かい部分は本当にこれからやっていくので、他市で先行してやってるようなところで、この前私上越市に、視察に行ってきて、で上越市ではメイドイン上越っていうことで、これは基準をクリアしてるから、メイドイン上越ですよっていうことで、ロゴを作るんですね。これはメイドイン上越のロゴですよっていうことで、それをこう貼ると。なるほど、でオリジナル茅ヶ崎オリジナルブランドっていうの中にいろいろなこう基準を満たした、食べ物とか、上越市に習うならね、工業製品とか、こう認定していって、それを道の駅から発信していこうというものがこの茅ヶ崎オリジナルブランド事業なんですよね。面白い。工業製品とかって知る機会がないので、そうやってまとまってると、ここでこんなの作ってるんだっていう、なんかイメージアップじゃないですけど、なんかそういうのもなるような気がしますね。上越市の場合、これね、面白いなと思ったんだけども、この認定に関わる作業には上越市の職員さんは絡まない。っていうのはやっぱり上越市の職員さんが認定に絡むと、いろいろうちの頼むよとかって言われると、しょうがないなって、頼まれるとね、やっぱり無限にできないしとかってなっちゃうから、その認定にはもう本当に第三者の、東京の広告会社の人とか、そういう、しがらみのない人たちに、中立公正に、基準を満たしているかどうかを見てもらうと。で私が一点ここに意見を付け加えるならば、今道の駅から発信する茅ヶ崎オリジナルブランド事業ということで、道の駅からやりますよっていうことなんですが、それはもちろんいいのね。それに加えて、うちも茅ヶ崎ブランドを取り扱いたいなっていうような、事業者さんを募集してね、あっちでも買えるとかこっちでも買えるとか、いわばこう販路をね、作っていくっていうのも大事なんだと思うんですよ。茅ヶ崎市として認定しました、で終わりっていうんじゃなくて、茅ヶ崎市としても、なんていうのかな、茅ヶ崎の営業マンであるっていうぐらいな意識を持って、こう販路を確保していく。だから時には
商社に出向いてってね、うん、こうバイヤーにどうだろうかと、うん、この茅ヶ崎ブランドは品質高いんですよと、はい、取り扱ってくれませんか、うん、そんなのを茅ヶ崎市が率先してやるっていうことも、うん、私としては必要なのかなと思うんですよね。いいですね。なんかその、うん、また観光業とはまた別の切り口で茅ヶ崎がいいなってなんか思ってくれるような、うん、なんかそういうのになって育っていってくれたらいいかな、うん、そうですね、うん、まあ、そんなこんなで、ま、全くこれからあのやっていこうということなので、はい、まあ、楽しみにしていただけたら、うん、あ、こういうブランドができたんだ、こんなものなのかっていうのがこれからね、うん、また、ね、ご報告できるかと思いますので、うん、皆さんが知ってる商品も認定されるかもしれないですね、うん、そうなんです、そうなんです、うん、だからもう茅ヶ崎でおなじみの、うん、あれは茅ヶ崎で有名な商品だよね、うん、製品だよねっていうのももちろん対象だし、うん、新たに、新規の商品、うん、製品を作り上げていく、うん、また茅ヶ崎の事業者さんたちが知恵を出し合って、うん、こういうものを作っていこうよっていうのもありだし、うん、そこはある意味こう融通無限に幅広くやっていっていいのかなって、うん、そういったあの楽しみながらやっていくっていうのはうん、いいかなと思うんですよね。今から茅ヶ崎っぽい何か考えてみても、ね、うん、はいはい、いいんじゃないですかね、はい、楽しみですね。そうですね、はい、分かりました。じゃあ今回は、はい、茅ヶ崎オリジナルブランドについてでした、はい、なるほど、はい、分かりました、ご意見ご感想など下のコメント欄にぜひ入れてください、はい、それでは お願いします。また次回、はい、さよなら。さよなら。